私学校跡地に残る西門市学校とは明治初期に鹿児島県に存在した学校の俗称。当初、不平氏族の暴発を抑えるための教育機関として発足したが、後に私学校生徒の暴徒により西南戦争の直接的原因を作ったため、殺軍の軍事拠点となった。場所は鹿児島市白山町にあった。1874年6月。 下西郷隆盛は旧鹿児島城内に陸軍士官養成のための幼年学校、渋滞学校、包帯学校の3校を設立した。幼年学校は明治維新に功績を挙げた者に与えられた商店録によって設立されたことから商店学校とも呼ばれる。西郷隆盛が2000国、鹿児島県令、大山綱吉が800国、 桐野俊明が200国を拠出し、また参議、大久保利道も1800国を拠出した。残る2校の費用は、私学校という名前とは裏腹に、県の予算より支出された。また、鹿児島県内各地に文校が設置された。教務は主に漢文の素読と、軍事教練にあった。設立の真の目的は、不平士族の暴発を防ぐことにあったとされる。 そのため入学できるのは氏族、それも元城下市出身者に限られた。1877年1月29日、大久保利道、川地利吉らが陰謀を企てたとして激行した同校生徒が鹿児島の鎮台の弾薬庫襲撃を行い、これがきっかけとなり西南戦争が起こった。同校は同戦争後廃止された。壁には無数の弾痕が残る現在では、 門と壁の実が史跡として残されている。周辺に、鹿児島城跡城山、薩摩木市比碑、鹿児島県歴史資料センター黎明館、鹿児島県合同庁舎跡鹿児島市立町、田中学校などがある。西郷隆盛関連では、西郷洞窟、西郷隆盛周縁の地、南州神社なども近い。なお、門と壁は1955年の国道10号線。 拡張時に13メートル上山よりに、原型のまま移設したものである。ありがとうございます。